ワールドカップに燃えた98年もあとわずか。今夜は今年最後のオンエア。今やイタリアで最も有名な日本人中畑、ヒデ人形も作られ人気上々。年内のラストゲームでは価値ある PK を決めて気持ちよく新年を迎えられそうだけど、日本サッカー界の激動はまだまだ終わんない。去る人あれば来る人もあり。新生マリノスには韓国代表ユッサンチェルが加入。来シーズンへ向け準備万端か。一方、4強が出揃い明日準決勝を迎える天皇杯は激しいファイトの連続。準々決勝ではフリューゲルスがジュビロを打ち破った。チームは消え去ろうともその魂は知らず、サポーターとともに存在した証を歴史に刻むため走り続けている。クロアチア、ザグレブへの移籍が決まったガズはキレを取り戻していた。しかし、カズがピッチを出た後、ヴェルディはまさかの逆転負け。あっけない幕切れだったが、昨日、チームに別れを告げたカズは、新たな目標へ向け歩み始めた。自分は本当にこう、サッカーにね、それで集中してプレーできれば、それでいいなっていう。ザグレブっていうところは、クロアチアではいつも首位を走ってるチームだし、とにかくそのチームで優勝することを自分の目標に置きたいなと思いますけど。さあ、今夜はフリューゲルスからカズまで名場面を一挙公開。98年もう一度見たいあのシーン、スタート。この番組は富士通、資生堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。98年もう一度見たいあのシーン、皆様からのリクエストハガキをもとに先週は第30位から11位まで一挙にご紹介させていただきました。見たかったシーンはありましたでしょうか。さあ、今週はいよいよベスト10の発表。どんなシーンがランクインするのか。さまざまなドラマを見ました。98年も残すところあとわずかであります、はい、2週にわたってお送りいたします。98もう一度見たいあのシーン、先週はですね30位から11位まで、一気にご覧をいただいたんですがね、まあ中にはもうベスト10にしてもですねおかしくないものもたくさんありましたよね。ワールドカップもまだ出てないですもんね。僕はね先週のランキングではねやっぱりジョルジーノとドゥンガの、はい、あのシーンが印象に残ってますね。そういえば先週予告しました中山選手とか柳沢選手もまだ出てないんです、うんね、ということはですね、はい、リオちゃんの運命が今日分かるんです。リオちゃん今日ホップが興奮して赤いちょっと忘れてましたけど。そうですか。はい、それでは思い出していただきましょう。はい、98もう一度見たいあのシーン、10位から4位まで一気にご覧いただきましょう。どうだそう、今年はワールドカップイヤーだったんだ。まさに天国と地獄を味わった98年、その第10位はクロアチア戦。まずは日本の相馬、さらに34分中田、インターセプトから鋭いパスを中山へ。決めてくれ中田の思い、日本中の思い。しかし、ほんのわずかな差、あと少しで縮まりそうな差だが、それは決定的な差、レベルの違いとして日本代表にのしかかったのだった。ゴンゴール、中山の今年の全ゴールシーンというね、そうゴールシーンのビデオを作ってほしい。今分かりましたって言いましたからね。じゃあ私がでよろしく。はい、分かりました。絶対ですよそれできなかったら君もらうからゴンちゃん見ててください。 It's showtime。炎のストライカーだからなんだね。今季初ゴールは PK。 そして4月15日のセレッソ戦からあのギネス記録が生まれた。このゴールがゴンちゃん自身今年ナンバーワンゴールだとか。クリーンゴールだな、スーパーゴールだな、ナイスゴール中山って感じなんですけど、一番なんとこの日5得点と大爆発。ゲームもどうだとばかりにゴンゴール炸裂、4点をゲット。熱い情熱、熱意を。またまたこのゲームもゴンちゃんのショータイム。この日4得点とゴールラッシュはもうどうにも止まらない。
グランドの上で羽ばたきたいと思います。そして4月29日のゲームで4試合連続ハットトリックを達成。ワンゴールまだまだありますが、ごめんなさい、やっぱり全ゴールは無理です。ということは美穂ちゃんは、ゴンちゃん連絡待ってます。8位は柳沢のハットトリック。中でもジョーカップのハットトリックが見たいと。この日柳沢は世界の壁を破った。そう、あのチラグルトが守るゴールマウスを3度にわたってこじ開けた。ご本人ももう一度見たいシーンにこのハットトリックを挙げてます。まあ、これからもやっぱりそういう印象に残るようなゴールをたくさん決めて、まあ、またこういうハガキを送ってもらえるように頑張りたいと思いますけど。ありがとう。7位にランクインしたぞ、オレキン操縦権。スピードキングでは参加者なんと56人。その中からリクエストの多かった名場面をオレキンのテーマに乗せてどうぞ。集中を、真中ボア待って今のカットんで、こんな人もダマスピードキング1本目です。いやーすごい、まだまだ ありました。渡田選手にはハガキが殺到。嬉しいですね。4週間キングに訓練したオレキンアイドル渡田。32キロ渡田選手。ここかここにここに、はい、ファンの方やっぱ増えましたね、テレビ出て。その渡田をしのいだナンバーワンリクエストはこれだ。真剣にやってましたよ。でもまさかそんなああいうところがオンエアされると思ってないやないですか。よっ森氏、おいしすぎた。おいしくてこれでテレビに映れるんだったら皆様のこういう形でやっと映れるようになりました。ありがとうございました。皆さん本当にありがとう。来年も頑張ります。ところで今回いただいたハガキには、ただフルーゲルスが見たいだけでなく、フルーゲルスの過去いろいろな映像を見たいと書き添えられているものが多くありました。そこでどうぞ。外国人もいい味出してた。そして F といえばエドゥのフリーキック。もがれると戦いは終わらせない。第5位、
王座を取り返したアントラーズのあの瞬間。響き渡ったホイッスルはまだ僕らの心に余韻を残している。だが前半28分、めちゃくちゃ悔しいバティストゥータが浴びせた世界の洗礼。出場国日本が強豪国アルゼンチン相手に見せつけたそのサッカー。6月14日この日を僕らは決して忘れない。見ると本当にいろんなことがありましたね。10位から4位までご覧いただきました。僕はアルゼンチン戦のね、やっぱりトゥールーズのスタジアムに選手がこう入ってきた時、あの時が一番思い出されますね。まあでも本当にあのシーンに立ったということはね、僕もここの風景に残ってるわけですが、さあ、あのこんなおはがきも頂戴いたしました。ジュビロのサポーターの方なんですが、チャンピオンシップの第一戦国立まで行きました。激しいエールが飛び交う中で、試合前ジュビロサイドからですね、横浜フリューゲルスのエールが始まりました。それに対して鹿島サイドも拍手を送り、今度はスタジアムが一つになって横浜フリューゲルスエールに変わりました。すごく切ないけれどもすごく感動。あ、こういうシーンがあったんですね。僕もその、あの現場にはいましたけどね、すごくいいシーンでしたね。はい、それとミオちゃんです。はい、約束破りました。はい、中山選手すいません、いつでも連絡お待ちしてますのでさあ、そんな招集一件もいろいろありましたが、スーパーサッカー謎のお宝ビデオも含めましてですね、はい、超貴重なビデオをご覧いただきましょう。さて、惜しくもランクインしなかった熱きハガキに答えよう。いつもは冷静な柳沢も、この野郎、伊原さんが哲さんにああなってこうなってどけてやる、どけてやる、どけてやる、切れてはっ、てめえ、この野郎、はやべ、あいて、まなみさん大丈夫かな、あったかくてリフティングしようかな、しゃあこの野郎、かかと落とし込んでろ、渡田選手の同級生阿部さんから初スタメン2ゴールのリクエストをいただきました。そんな渡田選手にこんなハガキも。ヤジを飛ばしたのは私です。それはこれ、あ、渡田、記録出すのに決めてくれ。おっちゃんや言うのは覚えてますけど、ハガキいただいた斉藤さん、どうもハガキありがとうございます。まさか僕の声が出てるとは思わなかったです。はい、渡田選手に
一言お願いしたいんですけど、はい、渡田選手にやじったのは私です。どうもすいませんでした。点決めれるような選手になって、まあこうやじられないように頑張りたいと思います。アンダー21俊輔のループシュート、そして番組前のこんなシーンにもリクエスト、ナナミのちゃんとやってよ。ナナミさんお願いしますよ。ちゃんとやってよ、はい、この2人がゲストです。カズ、自分たち そのサッカーの日本代表としての誇り、魂みたいなのは、向こうに置いてきたと思ってるんで。埼玉県立山さんから、ドゥンガが辞めると聞いて、なんと息子さんの光一くんは、ドゥンガ選手辞めるって知った時、幼稚園を、うん、俺は辞めるって。なに、辞めるな。あ、ラモス手でキャッチ。おじさん大受け中。ここに一つ、おい、なんでボールが2個あるんだよ。ゴールまで入って、おい、なんでボールが2個なんだよ。なんでボールが2個なんだよ。なんで2個なんだよ。あるけどさ、頼むすよ、ね、これは参入戦の悲劇か、謎の飛行物体消えてしまう飛び箱、お笑い、山下ゴール。なんだ今のは、誰だ。違いです。正解は。でもここはないんだ。しゃがんだ。ほら乗った瞬間にこうなった。飛んでんじゃんやっぱり。その時とっさにね、山を避けなあかんと思って。でその山を気づかれたあまり自分が危ないみたいな。でも周りはちょっと笑ってんじゃねえかと思って。周り見ましたし。みほちゃんにもリクエスト、そこでスーパーサッカーのオーディション風景初公開、デビュー前のみほちゃんに会える。どうぞよろしくお願いします。ではスーパーサッカーオーディションのみほちゃん、いい感じですか。はい、よろしくお願いします。この時なんと裸足でバドミントン。そうです、これが逆に好印象となって白石みほデビューとなりました。来年もよろしくね、みほちゃん。デビュー前のみほちゃん、我々も初めて見ました。そうですね、ですなんで裸足なんでしょう。裸足の件です。あの頃は純粋だったんですけどね、今はこんなになった。なんか色々来てるんでしょ。でも、あと、いやでも水沼さんにもこういう何笑顔が見たいという、僕はどうでもいいですけどね。いや、そしてこちらですね、見たいシーンというのはオレキンの全部のキックシーンと収録前後という東京都の横森さんから見たので、あ、収録前後っていうのはね結構面白いんですよ。ね、面白いです。特に面白いのは外国人コーチたち、あ、やっぱりね怪我をされては困るってすごく心配があるんです。で僕たちはそのコーチのところへ行って、どうぞお願いします。もうよいしょして選手にいい気持ちで蹴ってもらうようにしてます。はい、もうオレキンに関しますと長くなっちゃいますからね。すいません。さあ、いよいよベスト3です。第3位はお待たせしました、
中田英寿のラッシュラッシュラッシュ。そのプレーはもはやワールドクラス。やっぱ点取ることがやっぱり早いうちに周囲に認めてもらうものにはなると思うけど、やっぱりチームは勝たないと。セリエ A 今年一番のビューティフルボールドの呼び声も高いバイシクルシュート。ワールドカップで世界中の注目を集め、そしてイタリアで世界中の度肝を抜いた。でもヒデをはるかに超えたトップ2はフランスの熱き日々、そしてあの瞬間。パリと言うべきか、リクエストの数では他を圧倒してしまったのがこれ。この夏世界中を感動に震わせたワールドカップ、その特集が第2位。スターの共演に教えた1ヶ月間、あのプレー、あのスーパーゴール、世界の男たちが見せた数々の名シーンをきっと忘れることはできない。中でもこのゴール、オリッセ。フリーキックはベッカム。その中でも最もリクエストが多かったのがこれだ。イングランドのワンダーボーイ、オーウェン。極めつけは将軍一段、世界の頂点に上り詰めたこの2発。あの瞬間、サッカー界に21世紀の新たな扉が開かれた。そして栄えある第1位は得票数1367、ダントツでジャマイカ戦。あの瞬間、あの日僕たちは絶望と諦めと、でもそれでもかすかな希望を胸に抱き、すがるような気持ちで見つめていた。そして後半29分だった。打ちのめされた誇りを確かに救ってくれたのだ。予想通りと言いますか、やっぱり1位はワールドカップのゴンゴールでした。やっぱりね、結果は悔しかったですけどね、やっぱり歴史に残るゴールですからね、はい、でも中田選手もね、3位で、うん、やっぱりペルージャの活躍すごかったですよね。びっくりしてますね、うん、どこまで活躍してくれるんでしょうか。ワールドクラスです、はい、さあ、テレビご覧の皆さん、本当に皆さんのおかげです。今日の番組ね、成り立っているのはプレゼントがあります。はい、今週はサッカーマガジンよりワールドサッカーマガジンのプレス創刊号を20名の方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、電話番号と来年活躍が期待されるユースやオリンピック代表へのメッセージを書いて、ご覧の宛先までお送りください。そしてもう一度見たいあのシーンにご応募いただきました方々の中から、富士通のコンパクトでスタイリッシュなパソコン、 FMV デスクパワープリセが当選したお二人は、品川区にお住まいの山口のぞみさんと長野県にお住まいの池上忍さんです。おめでとうございます。おめでとうございました。というわけで2週にわたってお送りしてまいりました98、もう一度見たいあのシーン、まあ本当にたくさんのおはがき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここでもう一枚ですね、おはがき、見たいなと思う方いらっしゃると思うんですが、歴史的なアルゼンチンの6月14日入籍したんですね。でツアーをキャンセルして自分たちの力でフランスまで行って、チケット探しに奔走したことは日本代表と一緒に戦っている気がして、今となっては最高の思い出ですということですね。竹谷さん、どうもありがとうございました。小笠原さんですね、小笠原さん、ありがとうございました。小笠原ね、本当にいろんな感動するシーンありましたからね。来年はどういう年に。来年はぜひね、皆さんスタジアムに行って、うん、まずは元旦からスタジアムに行きましょう。よろしくお願いします。ということで来年の放送は1月9日ということになりますね。